原のりこです。今日も一日お疲れ様でした。ヨガは心と体を整えるものです。快適に眠りにつくためにベッドでできるリラックス、よりヨガ始めていきましょう。手足楽な場所に伸ばして仰向けになっていきます。両膝を片足ずつでも結構です。胸の前で抱きかかえて、なるべくしっかり抱きかかえていきます。持てる方は自分の肘と肘持っていきます。でも尾骨がマットから浮いてしまうようだったら、尾骨を一つマットに戻すように腕の力も一つ緩めてあげる。ガス抜きのポーズです。自分の呼吸を太ももで感じていきます。吸いながら両手万歳で解放です。足の裏マットについていきます。一度息を吸って吐きながら両膝を外側にパカッと開きます。足の裏同士合わせます。肘がつくところまで両手を大きく広げてあげて、手で大の字描いていく。反り腰になってしまう方は一度腰ぐっと内側に入れて、そこから股関節の力緩めてあげる。股関節周辺安定した血液流してあげる。鎖骨も開いて胸も開いてマットに体委ねます。吸うタイミングで両膝を閉じていきます。吐きながら手体側に戻して、手のひらマットに向けます。顎を軽く引いて首の後ろはマットに沿わせます。膝の真下にかかとが来るようにして、親指同士をくっつけてかかとを少し外に開きます。一度息を吐いて吸うタイミングで足の裏でマットをしっかり踏みながらお尻をアップさせていく。余裕がある方は背中の後ろで両手を組んでいきます。組んでる手で人をつまとを押して胸も開いていきます。鎖骨と鎖骨の間に顎が渦まっていくように、お尻胸と開いていく。反動で膝が開きやすいので膝一つ締めておく。吸いながら両手万歳、吐く息で背骨上から一本一本マットに下ろしていく。お尻まで落ちたら一度息を吸って、吐きながら膝を伸ばしていきます。体を感じていく。次の吐く息で右膝胸に一度ぐーっと引き寄せます。右手を横に開きます。手のひら天井、吐きながら右膝左側に倒します。視線は右の指先見ていきます。右の肩がなるべくマットから浮かないようにします。無理にねじらなくていいです。呼吸とともに少しずつ深まっていくのを待っていきます。吸うタイミングで膝を縦に戻して、吐いて解放。左右の違い感じて、今度反対です。左膝ぐーっと胸に引き寄せて、左手を横に大きく開きます。手のひら天井、吐きながら左膝右側です。視線は左の指先です。大腸を刺激する効果もあります。便秘の改善も図ってくれるポーズです。お腹使って呼吸です。ヘルニアの予防、腰痛の緩和にも効果的なポーズです。吸うタイミングで膝を縦に戻して、吐いて解放。手足楽に目を閉じて、少し体を感じていきます。体マットにすべて委ねてあげる。脱力です。健康ミネラル麦茶ならカフェインを含んでいないので、お休み前の水分ミネラル補給におすすめです。香ばしい香りが心を癒してくれるのも私は大好きです。いかがでしたか？ヨガで汗をかいたら水分補給も大切。これからも一緒にヨガを楽しみましょう。